こんにちは。こんにちは。スレクトショップアップとの北です。山下です。今日は、メルカドバッグについてご紹介したいと思います。はい、メルカドバッグというのはこういうプラスチックのカゴバッグなんですけれども、メキシコの、ハンドメイドのカゴバッグ、プラスチックカゴバッグのことをメルカドバッグっていうんですが、メルカドっていうのが、スペイン語で市場を意味する言葉なので、まあ、いわゆる、まあ、向こうでは市場用にサザエさんみたいに、ね、あれじゃないですか、うん、フランスでいうマルシェ、マルシェ、そうだね、マルシェバッグみたいな感じだよね、うん、そう、こんな感じで、でも私たちはサザエさん和風に言うとそうそう、はい、うん、に使っていただくのにちょうどいいバッグということで、もう今ここうちでも何年かこうメルカドバッグを扱うようになったんですけれども、はい、今年アプトがお取り扱いしているメルカドバッグは、ムーンバードというブランドで、ここのブランドがですね、ペットボトルのキャップを、再利用した、うん、プラスチックなんです。だからサスティナブルな素材になるので、今年はちょっと、今までとはちょっと違った、ムーンバードっていうブランドをお取り扱いしてます、はい、サスティナブル、サスティナブル、キャップから、キャップは、ね、そうみんな分別して捨ててる、そうそうそう、あれです、ね、あれです、だからプラスチックの本体の方は本体の方で別、うん、ポリエステルとかになったりとかするんじゃない、あ、そっか、そっか、うん、なんか洋服とかに、はい、繊維とかになったりとかもするし、はい、キャップの方は確かにこれはなんかこうしっかりしてる、うん、硬いわけじゃないの、このカゴが、うん、こうじっくり形はしてるけど柔軟性がある、だからそういうところがちょっとキャップっぽいといえば、そうですよね、うん、なんとなくわかるような気がする、うん、そしてすごく軽いで、もちろんそのプラスチックなので全然こう水で洗っても大丈夫だし、うん、例えば汚れたりしても水でジャーっとそうです、ね、洗えば拭いたりすればいいし、いわゆるこのだからマルシェバッグそのなので、こう市場でこう買ったものをどんどん入れてこう使ってくださいっていう、もともとそういうバッグなので、まあ、なんか本当になんか野菜そのまま土がついたままとかそのまま入れてももうジャーッとその後洗えばいいのかなと思う。私はいつも道の駅に野菜買いに行くやつ、そう一番でっかいやつで、これこれでこれ一杯ぐらい買ってるから、そう、ここにいっぱいネギとかいっぱい出して、はいはい、そのままそういうところで売ってるのが結構土とかついたままだから、うんうん、まあ、そのままどんどん入れちゃってますね、うんうんうん、あ、牛乳とかもそのまま汗かくじゃないですか、うんうん、水がついたらそのまま入れてもいいし、入れても全然大丈夫、そういうなんかこう、うん、ボトルとか、うん、ジュースとかはこういう縦長ちゃんと、そうそうそう、ちゃんと安定するので、るそうだから結構入れやすい、中に物もすごい入れやすいんですよ ね、 すね、買ったものが卵とかのパックとかそのままこれちょっとちょうどいいんじゃないかちょうどいい、そうそう、ちょうどいいんじゃないかって大きさだよね、そうですね、そうで、やっぱりそのリサイクルの素材を使っているっていうことと、やっぱりこう日常的なそのメキシコでもものなので、うんうん、お値段も結構手頃で、うん、小ぶりのサイズだったら6900円から、うん、6900とか7900円とかで、一番大きくても9800円税抜きで、うん、なので本当に日常にすごく適した割とお値段もリーズナブルなものになります、はい、あ、はい、ジムとか海とか、うんうん、そうそう、濡れちゃったやつとか入れてもいい、うん、いいよね、なんか結構濡れたタオルとかも入れて半日海に行って、うん、歩くと、うん、ただのビニールバッグとか袋だと蒸れちゃって、あ、そうだね、ちょっと、ね、染みてきたりとかして、そうそうそう、うん、なんか結露してる感じするんですけど、うん、これ網だから、うん、そういう湿気逃げるのもいいかもしれない、そうなんです、社内の知らせ、そうそう、大きいのとかは本当そういうビーチとかそのアウトドアとかに使ってもらってもすごくいいかなと思います、アウトドアも確かにこう脱いだサンダルとか、ね、そうそう、そのままこうバーッと入れてもいい、ね、外履き持ってたりとかね、うん、してもいいですし、うん、でもなんか割と今シーズンその選んでるものは割とこうモノトーンとかのいろんなメルカドバッグっていろんなブランドから出ていて、まあどっちかっていうとそのメキシコっていうイメージが割とカラフルなものとかが一般的には結構多いんですけど、うちは今回割とこうシックめなものをセレクトしていて、モノトーン系のカラーをセレクトしているので、まあもちろんそのスーパーとかそういうののなんかこうエコバッグ的な使い方でもいいし、もう全然街
普段使い、はい、ファッションとしてお使いいただくのにもすごくあのシックで、あのいいかなと思って、こういうワンピースとかにさりげなくこうやって使ってもらったりとかするのが、なんだっけ、グレーンチェック、うん、チェック柄、あの、うん、ちょっとグラデーションっぽくなってる、そう、あの手が込んでる感じ、そう、そうだよね、なんか色が何色か使ってたパネルチェック、なんかこう形も縦長のものもあったりだとか、はいはい、あの全然そのマルジェバッグっていうのはその、うん、あの市場バッグとしてだけじゃなくって、あの普段にもどんどん使ってもらいたいなと、すごくあの軽いし、あの肩掛けもできるし、この形はこれぐらいなんですけど、大きいのとかも全部肩掛けできるし、うん、何よりすごいのは持ち手が、4本、はい、片側2本ずつになっているので、はい、結構ね荷物入れたとしても食い込まないんですよね、あの力が分散するから、そうで、ね、それで結構丈夫になっているので、うん、そういうところもすごく実用的で使いやすい、うん、なんかすごくたくさんあのいろんなブレンド数あるんですけど、うちでお取り扱いしているあの今回そのムーンバードのメルカドバッグは結構本当に実用的で、モードでちょっとなんかスタイリッシュ、確かに、うんうん、じゃないかなと思います、うんうん、こういうワンピースでも、そう、かわいいですよね、かわいいし、うん、で、あのどうしてもやっぱりカゴバッグって口が大きくて、あの、うん、開いているので、そこがちょっと心配だなっていう方は、あ、これか、そう、中にこれはね、アフリカからのものなんだけど、はい、最近 YouTube アップしてる、そうそう、別の動画ではあるルイズビーの巾着を、うん、巾着を入れてます。これ巾着は本当にもう普通に巾着なんですけど、あのアフリカのアフリカンバティックを使った巾着になっているので、色とか柄とかが結構こうカラフルで、ちょっとポップなものが多いので、こうやってここからチラッと見えてる、ね、おしゃれ、そう、見えてるのが楽しめる、それらしい、結構安心、ここに荷物入れても安心だと思うので、うん、あとなんか荷物を入れ替えるときにこのままここに入れるものを違うバッグに入れ替えることができるから、そう、あの結構これもなんかあのメキシコとアフリカの出会いにはなるんだけど、うん、あのこういう使い方を今アプトではすごくおすすめしていて、このセットでお買い上げいただく方がすごく多いです、あのプレゼントしたり、うん、今そう、そう、なんかまあだいぶこの柄もなくなってきたけど、この柄をいろいろ変えれば組み合わせは本当無限大なので、でね、うん、だからあえてこういう無地にして中をカラフルにするのもありますし、はいはい、そう、うん、なんかそういういろんなこう組み合わせを楽しんでもらって、うんうん、なんかこうファッションの一部として、あの、うん、デイリー日常の、あの、本当スーパーのお買い物とか市場でのお買い物から、あのファッションのアイテムとして活用していただけたらなと思います。はい、はい、今日は、はい、ムーンバードのメルカドバッグをご紹介いたしました。最後までご視聴ありがとうございました。